永田町風雲録の時間です。司会の早野徹です。今日は今年が今回が最後の回になるのかな。いろいろありました。選挙もあったんですよ今年はね、などなど風雲に満ち満ちた一年でありましたが、それを語り合います。いつ爆弾が落ちるかわからない、おっかない日本政治のお目付け役、平野貞夫さん、はい、お声を来年も方言暴言直言を続けたいと思いますのでよろしくお願いします。いや来年の風雲録も期待持てるなそしてもう何と言ったって売れっ子、もう経営のジャーナリストといえばこの人、鈴木哲夫さん、はい、来年もあの先輩の暴言をカバーします、はい、まあそんな感じで、その中核にあるのがこの風雲録の番組と、まあ、こういうことで、始めさせていただきたいと思います。今日のじゃあお題かな、はい、映りますか。まず第一にトランプ登場の波紋、やっぱりこれはね、なんといってもあのトランプさんというのが出てきて、これが日本政治に対してどんな風になるのか、さまざま、まあ来年の1月からということではありますがね、議論したいと思います。そして最近はなんて言ったって小池百合子さんだ、東京五輪がどうなるか、豊洲の、ね、市場も一体どうなるか等々、小池さんはどういう野心を持っているのかなんかも、てっちゃん、はい、話してね、あ、はい、野党協力の真相を除く、まあ、ということで、日本政局、平野さん、このね安倍さんの動きを見てると強硬に次ぐ強硬という感じでね、一体野党はどうしてるのか、何やってんのというご本が出るんですって。いや、野党協力の真相ですから安倍さんの話じゃないんですよね、うん、まあ、安倍さんの強硬っていうのはね、うん、強の字が違うんですよ。強いんじゃなくて狂ってるっていう、狂い字早速フォローしましょうか。いや、そうですね、強いにしといてください。強いね、はい、私はそういう、私は実はこういう今度田中角栄と中曽根康弘という本が今ちょうど出たところなんです。私は田中版だったし、この一緒にこう対談の相手にしているのが松田孝和君、毎日新聞の有名な中曽根版記者なんですけど、みんなご存知でしょうもんね、懇意の間柄です。5年間僕松田さんと一緒にテレビやってましたから。あ、そうか、一緒に政治家呼んで、彼もそのテレビにも進出してたな。はいはい、もうずっと。でもテレビはあんまりうまくなかったじゃない。そうでもない。いや、そ、あのいや、やっぱね、 あの方すごいんですよ。こう、あ、味があるっていうか、そのあるな、あの人柄がすごいじゃない、うん、だから松田さんのことを永田町で話して、やっぱりもう政治家の方って大体、うん、もう人柄がいいよねっていう、あの雰囲気をお持ちだから、だからなかなか政治記者ってほら、うん、こうちょっと個性的な人多いから、というかね、お父さんが新聞記者ですよ、うん、それで中曽根さんと仲良かったんですよ。それで、ということもあって、これあのめでたいのかな、これね、だるまが置いてあるけど、丸の入れ方うまいな。これ丸は どういうあれ、 目玉の丸、そうそうそう、うん、大きな目玉、片っぽだけしか入ってないけど、まあ、そういうことですよね。そういうもんなんです、ね、それな何が起きたらこっちの両目入れるんですか。そう、ね、田中、あの田中学園と中曽根が売れたらそういうことですね。いや、こういう話で時間潰してはいけない。はい、始まります。トランプ登場の波紋から参ります。まあ、なんと言ったってトランプさんがね、こう正直言ってこんな人がなるのかっていうようなね、思いもしないでもないんだけど、はい、これがですね、その日の11月10日の朝日新聞の紙面、米大統領にトランプ氏、そして日本との関わりで言えば、早速外国首脳で、トランプさんと会ったのが我が安倍晋三首相、そして90分の会談をして、出てきた言葉、首相信頼築けると確信、つまりトランプさんは信用できるということを語ったんですよね。そしてじゃあどんな話したんですか。それは言えないということで、2人だけの話だからと、まあこういうことで、今日本とアメリカがこれからトランプさんの4年間どうなるかというようなことが、始まってるわけですね。まず平野さん、長い長い政治経験の中で、このトランプなんていうみたいな方、人が
このアメリカの大統領になるっていう事態、どんなふうにご覧になります？あのね、トランプ現象ということを言われてますけどね、トランプ現象は日本でね、もう数年前から起きてるんですよ。日本で起きてる？それは安倍さんがやっぱり政権取ったのが、そのいわゆるその日本的トランプ現象ですよ。ははで、それがね、アメリカに移ったと。安倍さんはトランプであると、トランプ的 な、それは反知性ね、反朝日新聞っていうかな、それ分かりやすいで、あのそういう政治っていう感じですよ。だから不思議ではないんですよ。それはどういうことなんだろう、何か国民のそういう態度というのが、だって選ぶわけだから、あの要するにポピュリズム政治、マスメディアの、その、まあ、安倍さんの場合にはマスメディア、巨大マスメディアに乗っ取るわけだけど、トランプ氏の場合にはそのアメリカの規制のマスメディアの逆をして、インターネットですな、インターネットを非常に活用したという、これあのてっちゃんなんかどういうふうに 見ますか、特に安倍さんとこういうふうに、はい、真っ先に会って、他の外国首脳とまだ会ってないよね。まあだからもう世界の首脳に先駆けて安倍さんが会ったってことですよね、それで安倍さんはすごいだろうとか言ってるわけなんだけれども、このあたりの日本政治の受け止め方はどんな感じですか？これも大統領選の最中ぐらいからも外務省のですね、あの政務三役とか、そういういろんな元政務三役と OB とかいろんな連絡取り合ってて、まあとにかく投票ギリギリまでも間違いなくヒラリーだっていうふうにということだったんでしょ、だったですね、これはもう取材して間違いない、でだからある意味ではそのトランプがこう予測十分できてなかった、でも情報方ももちろんなかった、まあ、そういう中でやっぱり安倍さんにしてみると、外務省何やってんだと、ああそういう思いはあったと思いますね。だから、まあ、変な言い方だけどかもしれないけど、もう俺がやるとか、いうようなことでもどんどんあのこの会うという流れにどうもなったようですね。でそれであれ電話に出たんですよね、安倍さんがね、確かね。それで、まあ、そのおっしゃるようにその会ってみたら、まあ、いろんな批判もあったんだけど、会ってみたらこのその後の APEC で初めて会ってるわけだから、安倍さんが世界の首脳の、トランプってどういう人だったんだとか、何を話したんだとか、もう世界、まあ、APEC に集まった首脳のこうもう注目の的にやっぱ安倍さんになったわけですよね。トランプと会った後 APEC のあれ、あのそう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 、会議に出かけていったわけだからね、だからそこでみんなどう、あ、そういうふうに聞かれた。で、まあ、評価、まあ、ある程度そういう評価があの支持率にもあの国内でも、安倍さんよくやったねって感じになったところがですね、もう一気にまた逆に流れになって、それはあの安倍さんが逆に TPP で、そのアメリカ抜きではっていうことを あれアルゼンチンかどっかで記者会見した翌日にこの人は脱退するっていうのをインターネットで発表しちゃったじゃん。安倍さんのメンツが丸つぶれになったっていうわけですよね。だからそういう意味ではそのまあ一言で言うとやっぱりこうちょっと慌てた感じの、あの日本政府の対応っていうのはこう目立った感じはなっちゃうかもしれないね。まあ、TPP の、慌てたんだと思いますよ。あのこれが国会でどう取り扱って、これからどういう意味を持つかっていうのは後で3番目の項目であの語るとして、こういう政治リーダー、政治指導者の発想の仕方ね、長くいろんな政治家を見てきて、平野さんはどう評価しますか？結局安倍さんはね、私はクリントンを支援してましたと、通ると確信してましたと、当てが外れましたと、ごめんなさいという挨拶に行ったわけでしょ。あ、そういう挨拶ってわけか。ですよ、本当のことを言えば、ところが、まあ、そういうことだね、考えてみれば。だからあまり悪口も言われんもんだから、信頼できる人間だとなったわけでしょ。期待の不動産屋ね、地上げ屋にね、1回目初めて会ってね、信頼できると確信できるって言ったら神様もしないよ、神様もしないよ。それを国際ニュースとして法で言うわけでしょ。それをまた地上げ屋っていうのはあの人だね。そうそう、あの人だ、ね、あの方こういう名詞言いませんがそれでそれを彼は公言するわけでしょ。だからもうちょっとやっぱり普通の戦時状況じゃなかったと思うね。だから外務省を批判するというより、自分の行動をさ、その日本国の代表者であるっていうことの自覚が足りないからです。そうなんですよ。僕もね、その彼は何て言ったって日本を代表、国家を代表してるわけだから、ある意味では当然のこと、向こうがきちんと大統領に就任してから会うというのが、これが筋目だと思うんだけどね、
なんかあれ新聞記者の朝掛けじゃないけどな、幼稚朝掛けみたいな感じだ。いや、幼稚朝掛けの方はまだしっかりしてるそれはだって、うん、もうそれ取りにネタを行くわけですから。そうだな、命かけて幼稚朝掛けしてるわけだから、ね、そうだいやだけどそのおしだから平野さんもおっしゃったようにやっぱりね、その僕はさっきそれを慌ててると表現したんですけど、そういう感じは否めないですよね。で実はその自民党 の, そのベテラン議員の中にも行くべきじゃないっていう風な意見を持ってる人も結構おられて、まあ、話をしたらね、こういう時こそもう、待ってるというか我慢してればね、うん、いいんじゃないかとかね、うん、結局長谷さん自体っていうのは利用されちゃうわけだし。それともう一つ大事なことがあるんだけどね、50万円のゴルフのクラブの、うんうん、持ってったでしょ。 そうあれはねアメリカ の, その倫理法規定に反しますよ。あ、そうなの。だってもう次期大統領って決まってるし、中任親みたいなで持ってたね、ゴルフクラブだったっけね。アメリカの倫理法っていうのは政治家関係 の, その増あれはものすごいきついですからね。なるほど。だからあれはひょっとしたらあれトランプさん受け取っちゃったよね。増はお返しなんかくれたよね、そういえばね。これね、指摘どこが指摘するメディアが、ね、持ったらね、日本ではね、かの日韓現代しか指摘しなかったね。そうか、他は全然書いてない。そういえばこれ立派だね。朝日新聞にもそういうことは書いてなかったような気がするな、うん、そういえばな。あれ贈賄事件になりますよ、うん、で、そういう就任にまつわるいろんな問題が起きてるんだが、しかしトランプさんは、大統領になるわけだ、日米安保条約、大体これは日本がじゃない、アメリカがそんな守る義務なんかねえんだと、かかる費用は全部お前たち出せというようなことを言ったり、つまりどうもどうやらアメリカがこれからはグローバリズムではなくて、まあなんていうのかな、保護主義ですね。保護主義に転じていくということを大いに予感させるところがあるんだけども、うん、これはどうなんだろう。日本なんかもいわば必死にグローバリズムへの対応ということでね、ここ10年20年30年こういろいろ苦労してきたわけだが、これは大きなこう歴史の転換という感じがしますか。これはですね、保護主義って言ったってね、うん、勝ったら保護主義に一気に変えるわけじゃないんだから、うん、グローバリズムの流れっていうことを根本的に否定するわけじゃないから、うん、だから新しい状況に入ると見とかねがんでしょうね、うんうんうん、でトランプ自身ね、保護主義って言ってますけどね、うん、所詮時間の問題ですよ、うん、そのグローバル軍事資本主義に彼が入っていく。何グローバル軍事資本主義、ね、だからそのものすごい世界は混乱のきっかけになる可能性があると僕は見てますよ。軍事ということがミリタリーというねと入るということは、どっかで戦争を仕掛けるってこと。まあ戦争を煽ったりし、うん、場合には仕掛けたり、もうすでにテロなんてのは戦争始まってるんじゃないですか、世界中で、うん、でそういうために軍事資本が金儲けするためにトランプさん使いますよ、うん、それを阻止する側じゃないですよ、儲けらそれに乗る側ですよこの方、うん、だから新しい、うん、僕はニューミリタリーキャピタリズムが、うん、トランプさんで始まるんじゃないかという、うん、悲観をしてるんですよ。なるほど。そういう世界状況が訪れてくるとしたら、我が日本政治はどうしたらいいんだろう。いやだからその、まあ、一つ、まあ、下世話とは言えないけども、下世話の話としては実は解散が絡んだ話が出てきてるんですよね。僕はちょっと下世話じゃ担当しますけど、うん、その結局トランプ何やるか分かんないと、うんうん、だけど例えば今度側近になったの フリンさんっていう、うん、彼なんか9月か10月かな日本に来た時に、うん、まあ、いろいろ言ってるけど今選挙向けだから安全保障はそんなに、ね、日米同盟変わらないみたいなことを彼はあちこちで言ってるんですね。だから、まあ、変わらないだろうなんて言ってた。でもところがそのこの前じゃないけど安倍さんがああいうふうに言った直後に TPP 脱退なんてやるでしょ。そうだね。だから本当にこの人何するか分かんないと、うん、だからおっしゃってるその安全保障も含めて TPP も含めてですからまあ保護主義どこまでやるかも含めて本当に何やるか分かんない。そしたらですね、もう今のうち解散しとかないと、もうこれから向こう1年、そう、うん、今までは何をやるか分かんないから、うん、それに備えなきゃいけないから今は解散なんかしてないでしっかり備えなきゃいけないだったんだけど、本当に何をやるか分かんないから、うん、
そしたらもう日本政治ぐちゃぐちゃになっちゃう可能性あるから今のうちに解散しちゃう。こっちで体制を整えておこうと、こういうことですか。そうなんですね。そういうね、あの裏、それはもう4年間は、まあ、解散しなくていい。それは例えば安倍さんが、ね、あの続けるということ。あ、もちろん、もちろんです、もちろんです。安倍さんが解散するわけだからな。あの自分の、政治的、こう、はい、なんていうか立場をきちっとしておくために解散と。いや、そうです。あの、まあ、勝って要するに任期延長して憲法改正までやるって、うん、まあ、この夢っていうか野望があるわけですからね。だから、まあ、そういう意味ではそのトランプがもう裏表なんですよ。今まではトランプで何やるか分かんないから、うん、あの解散なんかしてる暇ないよね。いや、本当に何するか分かんないからもう今のうちやっちゃう。それで早期解散論、つまり、まあ、あのこれ、12月の6日発売かな の、 あのサンデー毎日書きましたけど、クリスマス解散で、うん、あのあの延長してね、あの今14日を、まあ、24日まで延長して、クリスマス解散で、はいはいはい、この人があの就任して演説するじゃないですか。これ1月20日でしょ、うん、その前の投開票というと1月15日投開票というようなことを言う、あの自民党 の、まあ、あの幹部とかベテランが結構出てきてるんですよね。 なるほど。だから、うん、あの、まあ、こう下世話部門、うん、はい、どうぞ。じゃあ、あのね、それね、うん、もうちょっと補完してこなかったんですよね。うん、そういうきっかけを作ったのはね、去年の安保法制、憲法9条を葬ったことですよ。うん、あれによってね、あのいわゆる グローバル軍事資本というのはね、うん、日本の憲法9条が一番邪魔だったんだから。だから安保法制、集団的自衛権を、ね、行使できるようにしたことによって、要するに新軍事資本主義が世界をリンクしたんですよ。うん、これはね、日本の開国の時にね、うん、あのマルクスが言ってるんですよ。うん、あの日本の開国で資本主義、日本の開国、あの、あの明治維新の時のね、幕末の日本の開国、カール・マルクスが、うん、日本の開国で世界の資本主義や世界を完結したわけだな。資本論に書いてますよ。うん、それと同じ歴史的効果を持ってますよ。軍事版か、なるほど。で、大変なことになる。面白いな。だから、うん、面白いなって言ってられないな。それが出てくるから、うん、早く解散してこなかんということじゃないですか。なるほど。それが出てきた後、解散じゃもう負けることが分かる。なるほど。うん、なるほど、なるほど。まあ、この辺は安倍政治、安倍政権との絡むからまたあの先にお話をするとして、その他ね、あの世界のことで言えばカストロが亡くなっちゃったりとかね、90歳でね。それから韓国のパク・クネさんがの猛烈なあの人民の包囲に、この辺りのこの世界の空気っていうのをどんな風に感じてる？いやいや、あのね、うん、カストロといえば僕ら懐かしいでしょうか。懐かしい。僕はけど、それチェ・ゲバラの時代でしてね。ゲバラだ、ゲバラね。ただそういや、なんか平野さんは衆議院事務局のゲバラみたいな人だったからな。破壊主義的で。どうせ言うなら衆議院事務局のマルクスと言ってくれ。あのね、まあ独裁者であり英雄であったわけだけど、それはあの全体主義のね、ナチズムの独裁者とは違う。しかし、まあ、あの人たちがその人類のね、人間のその幸せに及ぼした部分と、またそうでない部分もありますからな。ここはやっぱり歴史が検証してもらわないといけないけど、少なくともカストロが亡くなったことに対してね、そのやっぱり哀悼の表示をせないかんですよ、トランプさんも。それがないというのは僕は。そうだよね、うん、歴史というものへのね、こうある種の慈しみっていうのがあっていいじゃないですか、敵対してててもね。それなんか文句言ってたもんね、カストロなんてとんでもないみたいなこと。韓国の大統領問題はね、うん、韓国はやっぱりオカルト政治なんですよ、うん、そのいわゆるその預言者の。しかし安倍さんの体制もそういう部分あるからね、うん、日本の政治もなんか、まあ、それ以上のことは言わんけど。いや、言ってますよ自分。まあ、この辺にしとこうか、じゃあね。いろんな新あのね、しかし僕はやっぱり我が安保闘争なんかを60年安保の頃とかね、思い出すとね、まあ、まだ僕は中学生だったけどもね、今の韓国の風景っていうのは、あの何を真剣あんなに怒ってるのかと思っちゃうぐらいなんだよね。まあいいや、ここは深入りするとまたあの話が10分20分過ぎちゃいますから。はい、次参りましょう。小池百合子と東京五輪と、まあ、こういうわけでね、小池さん、これはあの豊洲の問題、まずね、あそこはちょっとまだあのいろいろ毒物が混じってるみたいなことでね、築地に、まあ、から、移転しないということ。それから東京五輪はこれですな、お金がかかりすぎるぞと、だいたい、あれ本当
当は2兆円ぐらいでできるとかいう話だったのが3兆円もかかるんだぞというような話をして、とりあえずいろんな会場のを、ね見直し、海の森、水泳会場なんとかとかバレー、これは要するにボートのコースと水泳の施設とそれからバレーボールの競技場と、まあ、こういうことでね、その3つについて、やめるとか建て替える、変えるとか宮城に持っていくとか言ってたんだけど、結局これ元の木阿弥なのかな。まあ何をもって元の木阿弥というかですね、森さんだとかなんだとか相談してね。いやいや、だからそのなんていうのかな、森さんと小池さんはどういう感じかとか、そういうことも含めてちょっと話して、もうそれはもう前から言ってますけど、うん、この二人が仲良くやるはずないじゃないですか。そうか、もうずっと一貫して言ってますけど、あのだからもうこの二人のバチバチっていうのは永遠に続きますよ。そう思っていいと思います。それで、まあ、オリンピックは巻き込まれちゃってるわけだね。いやいや、だからどれだけお互い大人になれるかってそういう話ですよ。だからまあそれはいいとして、うん、で今度のやっぱ 3つの会場競技場については、まああのマスコミの間でね、あの取材している都庁のなんかでもそうだけど、うん、こういう表現みんなするんですよ。あ、1勝1敗1引き分けかなと、ほうほうほう、0勝2敗かなと、もしくは0勝3敗、いや1勝2敗だとかね、うん、つまり3つの施設がどうなったかによってその勝敗を、ね、つまり小池さんとその組織委員会なり IOC のね、うん、対決だっていうことで、で僕はそこに非常に違和感を持つんですね、うん、その一生いっぱいではなく、そう、この問題の本質っていうのはやっぱりその私に言わせるとね、まあ、小池さんよりも僕詳しいと思ってるんですよ、うんうん、あ、そうか、つまり2002年から始まってるこの問題っていうのはやっぱりオリンピックのいろんな利権がとっちらかっていろんなことが十何年続いてきたわけですよね、うん、なるほど、それをだからやっぱりね、きれいに整理するっていう作業は絶対小池さんじゃなくたって知事がやんなきゃいけなかった。なるほどなるほど。増田さんはそこそこに僕はやったと実は評価してて、まあ、増田さんそうですね、あの僕に宣言しましたから、彼は俺やるからなと、でも敵が手強い、まあ、敵っていうのは森さんのことなんだけど、からまあ応援してくれよなんて最初の頃言ってたんですよ。でよくまあ僕はそれなりにやったと思う、他は別としてね、増田さん、だそういう意味ではやっぱりお金を減らしていくとか晒すっていうことはこれはやるべきことだったわけで、一生それはその通りだな、うん、あの0勝3敗とかいうまずその感覚をなくした方がいいということ、うん、それとやっぱりね、水面下ですごく思ったのは、私ね 2,3 日前ちょっと小池さん会ったんですよ、1対1で、ね、小池さんとすごく、いやいや、そんなことないでしょ。まだそういうこと言うからすぐ誤解されるんだけど。ごめんごめん。それはもう無論、記者としてでもなく取材記者として、はい、もう長く取材させてもらってて、長くね、放置してるという意味です。それでもちろん全部はもちろんね、あの話はあのオープンはできないんだけども、まあ、だけどやっぱりあのつまり小池さんにね、政局的なブレーンがいないんですよ、ね。でこれね、表向きではそのいわゆる4者協議でオープンにして、ね、マスコミもこう公開して、そうそう、あそこはなかなかね、全部オープンで、うん、あの森さんはしかみつらしてたけどね、あんなのね、もう氷山のこれだけの話ですよ。もうこの下で何が行われてるかっていうと、やっぱね、そりゃもうすごいわけですよ、その絶対に東京に作れっていう人たちの根回しから、根回しっていう言葉はもう柔らかすぎるぐらい、もう相当激しいことをやり合って、小池さんはなかなかそこのこう手数がいないっていうか、それをやる、だから結局小池さん自身がこう戦ってるような感じだから、そういうものがね、やっぱり繰り広げられてる。でこれはいつかやっぱり僕オープンにしなきゃいけないと思うんですけど、あのして取材してね、していかなきゃとは思ってるんだけど、だからそういう意味ではですね、そのいわゆる本論と、まあ、結果、まあ、ここは政治って言えば政治なんだけど、まあ、いろんなね、やっぱりこう、まあ、そうなんだろうな、大事なこと以外のところでのね、こう安堵っていうかね、この辺が僕はちょっと不満なんですよね。この間なんか取材してる記者がね、小池さんに、ね、なんかあの僕がさっき言ったような元の木阿弥みたいじゃないですかなんて言ったら怒ってたね。それは言えないからですよ。そういうこともあるか、言えない苦労がいっぱいあるんだということ と、ね、はい、そしてやっぱりあの、費用がやっぱり下がったじゃないかと、はいはい、まあ、これをおっしゃってたけどもね。僕は長沼はやってほしかったですけどね。ああ、そう、私個人的にですよ、これ本当個人的に、私はあの宮城も取材してたし、うん、あの復興に関しても取材してきたから、これはやってほしかったなっていうのはありますけどね、個人的には、あのね、このオリンピック、東京オリンピックの準備の状況についてね、あの当事者 も小池さんも取材する方も本質を見てない、その本質とは東京オリンピックのやり方っていうのはね、アベノミクスの第4のやらないよ。
アベノミクスの第4の矢なのよ。第4の矢な、うん、矢第3の矢が失敗したでしょ。はいはいはい。で、ある時期まではね、やっぱりコンパクトなね、環境を考えたいいオリンピックやろうという運動が、やっぱり安倍政権の失業でアベノミクスの中に包含されてね、景気不況のためにどんどん使えということになったんだよ、でそのために財務次官が組織委員会の事務総長になってるわけでしょ、これを何とかするからという、そこに根本的な問題があるんですよ。だからアベノミクスの失敗ということのね、アベノミクスの失敗とつながってるわけか、つながってるを反省して、そのコンパクトに元に戻さなきゃダメなんですよ、とにかく景気良くして株を上げて政権の悪口を寄せようというものに使ってるんですよ。そういうことだったのかな。いやだからね、おっしゃる通りでね、あの広瀬さんがそのつまりあのこの3施設がうんぬん、例えば決着つきますね、どうなるか、でもどっちにしてもこれからオリンピックまでですね、巨額のお金っていうのをこれからコントロールしていかなきゃいけないんです。そうですよね。既に2兆だとか3兆だとかまで言ってるでしょ、じゃあこれをコントロールするためにこのままでいいかというと絶対ダメなんです、本質的には。それなぜかというと今おっしゃったように、例えば財務省の方がね、実力のある方が組織委員会に例えばいて、中枢に森さん、別に森さん個人的には私何もないけども、森さん政治家ですよ、でこの方たちやっぱりね、税金を今まで動かしてきた人ですよ。ああそうだね。ところがオリンピックって世界の組織委員会みんなそうなんだけど、トップはねやっぱ財界の人がなるんですよ。ああそれ何かっていうのはやっぱり、オリンピックという事業を費用対効果、それから効率、場合によっては金儲け、そういう中でどういうふうにその事業としてやっていくと、いわゆる経営感覚ですよね。政治アクションではないんだ。そうそう、というところを一つやっぱり、どっかに持ってなくちゃいけないわけだな。そうそう、だからそこに政治宣伝だとか政治家とか官僚来たら、この人たちはもう税金という、右から左ぐらいにしか思っていないから、どうしてもそこがルーズになる。だからそれでね、こうちょっと一つだけスクープ的な話を今日すると、小池さんはこの後何を考えているかというと、おそらくですが組織全体をもう一回見直すってことに着手すると思います。それはお金のことで、あの東京オリンピックの、の組織ですな、あの4つあるじゃないですか、組織委員会、それから東京都、政府それと、JOC ですね、今この前 IOC が入ってたけど JOC、この4つが、まあ、誰が上か、4者協議やったわけだからね。そうそう、誰が上でどうか分かんない中でお金が膨らんできたんだから、やっぱりこの上にいわゆる CEO 最高経営責任者を置くべきだっていう、でだってこれからさっき言ったように2兆円だなんとかって今からやっていかなきゃいけないから、今度使っていかなくちゃいけない。これをねまた再提案すると思います。でその時に絶対に、つまりじゃあそこに小池さんがなるのかと、そしたら森さんはふざけんなと、俺は小池の下かって話になる、ぐちゃぐちゃあるけど、だからここをどういう形でその誰を置くかっていうところは、これはいろいろ今多分今から僕は人っているだろうかね、いるかどうかは別としても、なかなか難しいね。そういうね、しかし必要性があるような気がしてね、この3会場の具体的な、あなたの話聞くと3会場の後にはですね、これを多分まあ早ければ年内、場合によっては年明けぐらいにぶち上げると思います。だこれまた揉めますけどね、池田隼人の時のオリンピックはね、なんか日本の戦後からの希望、このね復活の希望、なかなか見事にやったように私は覚えてるんだけどね、高度成長とうまくリンクしてたから、まあ、こ今のこの時代のオリンピックってのは何なんだろうね、あの時に、本当に あの時にね私はその衆議院のオリンピック準備委員会のね、事務局の担当者だったからよく分かってるんですけどね、今のその組織の作り方とか人材の使い方とは全く違うんですよ。だいたい政治家がね組織委員会のトップになったらダメなんですよ。そうか、やっぱり絶対にダメなんですよ。それは財界人とか、あれ当時は元宮正さんだ、要するに、あの昔の64年のオリンピックの時ね、そしてあの純粋な専門家がそのことを運んでいったんですよ。なるほどなるほど。で特にね、その森さんの場合にね元議員、国会議員、超党派的な人からね、あの連絡があってね、やはり小池さんをねバックアップするね、その社会的な一つの組織作ろうじゃないかと、で森さんはねこれはよろしくないと、でお前は参加してくれって言うからね、僕はちょっと待ったと言ってるんですけどね、要するに小池さんをバックアップする応援団をちゃんと作らなきゃ、だから小池さん今相談する人がいないような感じがするもんね、まあそれはちょっと走りすぎて、なんで僕はその
いわゆる森さんの足を引っ張ろうということになるわけだからね。まあなるな、それは。それで僕はちょっと抵抗したらね、サメの脳みそ、のみの心臓という、サメの脳みそ、サメの脳みそね、のみの心臓、うん、誰かのこと言ってたんじゃないかって、という森さんにあだ名つけたらお前じゃないかということを言われてお前が責任があると。あのあだ名平野さんの作品だったからね。へそから下はサメ、あの落とせってのは僕じゃないよこれね、森さんがね、僕がこの番組そこまでいろいろ話していいのかな僕がちょっとあの荒枯れ止めお詫びしておきますごめんなさい。だから私は森さんに睨まれてるからね、それはちょっと待ったってこう言ってるわけですけど、ね、いずれにせよあのそういう社会的な、ね、応援団を、ね、作ってね、やっぱり本来のオリンピックの精神が全部失われてるから、あのスポーツ界もそうよ、うん、いや息なりすぎてるよスポーツ界も。いやだからアスリートファーストっていうのはすごくわかるんですけど、まあ、あのこれをねきっかけにやっぱりその競技やってる人たちからすれば、もう永遠に使える立派なもの欲しいしね、うんうん、でそれは日頃からそもそも教育予算やスポーツ予算っていう日本は少ないんですよ、まあ、そこが実は問題であって、あだだかわいそうなところもあるけど、でもこれをきっかけにっていうことでやっぱりもうスポーツ団体は、あの競技団体は一斉にやってくるでしょ、だそれをまたバックにしてるのはやっぱり森さんですから、だからやっぱり作ろうじゃないか作ろうじゃないかっていうふうになっていく構図だと思いますよね。凄まじいある種の政治的帯同がすごい絡み合っちゃってるわけだしね。体教会長やってるわけ森さんは。いや、昔体教の理事長かな、あのなんかやってたもん、そうでしょ、体教はもう、うん、しかも早稲田のラグビーの選手だった補欠だったということでやってるわけでしょわざわざ補欠と言わなくて、いや補欠までいかなかったじゃないのオリンピック引っ張ってきたのは石原、違うだからそれはもうみんなね、もうそっから違うんですよ、なんとなくそこそんな意識が。だから2002年前後にこれオリンピック言い出したのは森さんなんですよ、うん、あ、そうなんだ。守備一貫してるからね。何かっていうと、理由は当時 の東京の自民党の都連とか都議団とか国会議員と私も散々話したけども、森さんがオリンピックやりたがってると、代々木でと。で、代々木ですかと、だって代々木再開発なんだよっていうのをみんなが僕に言いました。つまり代々木のあそこスポーツの聖地ですよ、64年の東京オリンピックの ね、 だ、 けどね。だからここがもう老朽化すごいでしょ。で、大京のビルって岸記念なんだっけビル、あの日本の体教が入ってるビルがあんな、ね、あのボロボロでね、やっぱもうこういうとこちゃんとやろうやっていうところからこれ始まってる。そういう動機からオリンピックですか。いや、そうですよ。それでだけど知ってを挙げるのは東京。あなたすごいね。いやそれは特ダネだか、その話、いやいや今の話は、うん、今の話はでも、ね、いろんなとこで全然違うような感じでこ う、 そ う、 そういろんなとこで言ってんだけ ど、 けどなんかあんまりね取り上げてくれないですけど、うん、じゃあまあこの番組でさっき刺激的な発言で評判になっても困るけどまあまあそれで、ね、東京とか手を挙げなきゃいけないんで、うん、まあ、森さんと石原さんは仲良しだからって言うんで、うん、森さんは石原さんとか行ったわけですよ。で、うん、石原さんはおいいねって言わなかったんですよ。一発目来た時に2016年のほら最初は手を挙げて、はいはい、2016年はもう俺生きてるかどうか分かんないから、うん、って言っても、うん、石原さんは全く乗らなかったんですよ、うん、ところが石原さんの側近たちがね、うん、石原さんほらあの2期目の選挙が近かった、うん、それから新党の話もあった。でそういう中であの銀行税もダメになった、横田基地もうまくいかない、うん、もうぶち上げたものが全部ダメだったんですよ。そこでこれオリンピック誘致っていうのは一つね目玉になると、うん、まあ、いろんな工夫をすればということで、うん、側近たちが知事やりましょうよと、うん、そしたら、うん、そうかじゃあまあやるかっていうそうです。オリンピックの精神じゃないの。やっぱりね、政治の真相とか深いところはいろんな動きがあるんだよな。あと30秒、ね、うん、はい、それで計画を見た森さんたちが立てた、だから さっき言ったように代々木に集中してるわけですよ。それでこれじゃっていうことになって、もう少しバラそうってことになって石原チームは臨海にいろいろやりだした、うん、なるほどなるほど。その名残がだから今もうボートだなんとかだって、あれなぜ臨海にあるかって、そういうだから結局そういう、まあ、言葉悪いんだけど利権といえば何をどこに作るっていうのはもうとっちらがってるわけです。そうだからそれをどっかの知事がきれいに整理しなきゃ、うん、もうダブってたりいろいろあるからっていう、そうだな、いやいや必然性があるんですね。あの3つの競技の3会場なんてのはその一番突端のところでちょびちょびってやってるようなことだな。そうなんですよ。考えてみると、だからその歴史を考えたら誰に責任があって、うん、誰がもっと襟を正して謙虚にやるべきかっていうのはもう見えてくるわけですよ。その人たちが今どうかっていうのを見ないと、そしたらはっ、うん、あなたが言いますかっていう人たちがいっぱいいるわけです。そうなんだ。これは鈴木哲ちゃんのまたね形成の一文を
書いていただきたいね。その辺り参考にしていたします。ね、平野さん、小池さんという人はこういうわけで都知事になり、まあ、みんなの注目を浴びてるわけだが、一挙手一投足ね、この間なんかテレビに出てきて、テレビ意識してるから、日刊現代かな、富士か、森大臣なんていう見出しがそれをこう見えるように持ってね、この小池さんという政治家像、彼女は一体これから何を目指してるんだろうか。もう今度あれでしょ、新しく東京都議会のね、政党割り当ての予算ね、復活予算200億そういうのが飛ばしたでしょ。これは知事の権限で飛ばせるから、これの始末でしょうね。これを徹底的にやれれば、なんていうか、私は今まで評価しなかったけど、客観情勢が彼女を変えていくんだろうと思うのにね、彼女のつまり政治家としての内容も変えていくと、脱皮していくと、こういう期待もあり、そう見てます、はい、そうですか。次の勝負を仕掛けたんですよ。だからオリンピックだなんとかだ、ちょっと今なかなか思うように進まないでしょ、だからもう次の喧嘩を仕掛けて、これだけど200億削るっていうのは、議題とね、決定的な対立ですから。だって今まで200億ね、まあ、先生方予算通してくださいと、その代わり先生方に200億用意してますのでご自由にお使いくださいっていうのをなくしちゃうんだから。そういう予算があったんだね。あったんじゃん。ほらおかしいよね。おかしい。そもそもおかしいね。観光の制度として残ってること自身がね、何十年もあるんだよ。それがずっと続いてるんだね。石原さんもそれは温存したんですか。石原さんも、石原さんみたいな人だったらてめえらなんだって言えそうな気がするけど、石原さんはそうだったんだけど、まあ要するにいろんな総合判断で、まあ、その程度にしましょうよ東京都は。そう、はい、じゃあまあ小池さんのこれからの、だから応援団になるんですよ。ああ、だから平野さんが応援団で知恵出してあげる。まだ決まってない。いや、僕絶対なると思いますよ。そう、誘ってる方たちの人間関係とかいろいろ考えると、絶対今のよし分かったと。そうか、まあいろいろ含みのある動きがこれからありそうですね。はい、じゃあここで一つ一休みということでよろしくお願いします。よそ行きの華やかさはないけれど、毎日飽きずに使えるカバン、何年も何十年も使い込むほどにいい顔になってきたねと言われるような表情のカバン、そんなカバンでありたいものです。市澤新三郎帆布。池田佳代子の100人に会いたい。この番組では私池田佳代子がぜひお会いしたいと思うさまざまなお仕事をされている方々をスタジオにお呼びしてお話を伺います。まさに安倍首相のいる目の前で読み上げられる、それで、ね、単位を出すということを始めたのが、まあ、新しいところですね。今回今問題になっている猪瀬さんの事件でも、はい、ぜひご覧ください。はい、ここで、3番目の項目に進みましょう。野党協力の真相を除くとこう、タイトルをつけました。これは平野さんの野党協力の真相というご本が出るというのにあやかって、まあ、しかし、つまり その視点も含めて、今の安倍政治が一体ここからどういうふうにいくかと、こういうことに今日は議論展開したいと思っています。これ見せていいんですか。ちょっと何かお話ししてくださる。どこに、はい、いや面白そうだね。共産党の大転換、自由党の再起動。自由党はこれはまあ小沢一郎さんがずっと ね平野さんのなんかマリオネットみたいに頑張ってたわけだが、実は9月になって、1月解散っていうのが非常にこう本格的な動きになって、で野党共闘がちっとも進まんという中で、トラブルの一つの種は共産党アレルギーと、おそらく民進党だけじゃなくて国民の中にもある、それから小沢アレルギー、でこれをやっぱり共産党アレルギーと小沢アレルギー、なるほど、これをやっぱり正確に解消してこなきゃダメだと、こういうことになって、なるほど。それで実はね、私去年小沢さんとの対談をね、本にしようというので部分的に取ってたやつと、新しく10月になってこの事態どうするかということで対談し直して、それでも平成になってからの小沢日本をどういうふうにしようとしてるかという
話とこれからどうすべきかということをこうまとめたわけですよ。あ、そうですか。じゃあ対談なんかも入ってる。対談が半あのあそうですか第1部、で第2部がですね、私が4月からずっとその私がやってる日本維新の会のメルマガに連載してた、私の共産党物語って、はいはい、うん、私の生まれる前から、うん、あの高知県 の, その旧畑郡というね、四万十川足摺岬宿毛、はいはい、あの地区 の, 高知県 の,、ね、あの自由民権運動国会解説運動をやったとこで、そのまあ、そこから出てきたのが上田不破兄弟だね。そう、それからその昔は孤独修正だからね、孤独修正ね、うん、そういう流れの中で、うん、その共産党というものが戦前戦後どういうふう な, なあのことをやったか、うん、で特に戦後の共産党 の, その国会活動、うん、これは大変だったわけですよ、うん、それで私はまああの特に早野さんあたりから誤解されて、公明党創価学会の裏国体だと言ってね、言われたんですけど、要するにあの自社55年体制に馴染まない、体制に入らない政党、当初の公明党、それから永遠な共産党の私は裏窓口だったんですよ。なるほど。あの私もね、衆議院の事務局でね、やばいことばっかりやらされたからね。だからその彼らの悩みっていうのを知ってるんですよ。でそれずっと記録したものがあって、で それを2部にして共産党の大転換にあったんだと、で小沢一郎の本音はこうだったんだという本を作った。そうか。じゃあところがその、まあ、あえて文句言わないでこうやって受け止まりましょう。その中でね、うん、その大変換が起こったわけよ、いわゆる小沢を徹底的に叩いてた野田民進党幹事長が小沢さんと飯食うようになり、それからトランプが当選して、うん、世界どうなるのか、これがもうあのゲイラを最終稿の時まで揉めてね、まあ、あの できるだけ新しい、とっさに新しい状況を入れて、そう、情勢に合わせるようにはしてますけどね、うん、いずれにせよあのこれを多くの人に読んでもらえばね、あの要するにそれ誤解とね、それから抽象、そういうものがですね、共産党小沢さんに対してね、多少解消されるんじゃないかと。それはなかなか重要な視点だな。てっちゃんなんかはやっぱりあれ、共産党なんかが今回ずっとね、選挙なんかでも自分たちの候補を取り下げて、はいはい、そして野党協力で、僕は C さんというのはここまで必死にやるかと思ったんだが、いやいや、また総選挙が近づくとなれば、一体この問題も重要になってくるわけだし、そうですね、その方向性はどう評価してますか。私はやっぱり、よく我慢してるっていうか、腹くくったなっていうのよく分かりますよね、で、ただそれに対して例えば民進党でね、どう思ってるかなんだけど、実はちょっと面白い話取材であって、10月に民進党のいわゆる現職ですね、小選挙区で通った人とか比例で復活してきた人とかいますよね、はいはい、でこういうメンバーをですね、選対が選挙対策ですね、ここは集めて個別にですよ、3日間か4日間には、でみんなにいろいろ選挙があるかもしれないからって言うんで、いろいろ事情を聞いてるわけですよ。なるほどなるほど。その中で、選挙情勢をな、そうそう、その中でね、いわゆる比例で上がってきたような、つまり苦戦しながら上がってきたような人たち、それから支部長ね、今はまだ落ちてる人、そういう苦労してる人たちに、ちょっと聞き方は丸めますが、要するに今後選挙でね、共産党の支持と、あと共産党と今非常に、は嫌だって言ってる連合、ね、この2つどっちの支持をもらいたいかって聞いてるんですよ。なんか面白い問いだね。そういう問いの仕方があるのか。ほぼ全員9割5分が共産党って答えてるんですよ。そう、だから、これはその思想信条もちろんいろんなことは、理念もいろいろあるかもしれないけど、現実的にやっぱり今選挙で共産党とやるべきだっていう、その現実的なやっぱりこう選択をしている人がほとんどなんですね、実は。となると執行部のごく一部が、例えば連合に気を使って共産党はちょっととか自主投票にしてみたり地方選挙してたけど、これはやっぱ間違いだなというのにようやく気づき始めて、そして野田さんが小沢さんに会ったと。なるほど。ただ小沢さんになぜ会ったかというと、共産党と会えばいいのになぜ小沢さんかというと、まず民進と自由党と社民党をまず固めて、民進自由社民ね、それから共産党やろうという、多分そういう
ことを考えてるわけ。野田さんの頭の中にあるのはそういう構想と、こういうわけだな。それでそういうことを100も200も300も承知の小沢一郎という人は、これはもうここから先の小沢さんが詳しいんだけど、そういうことも分かって、うん、そして小沢さんは絶対共産党との信頼関係でちゃんと持ってる、まあ、その C さんはとにかく絶賛してますからね、小沢さんのことを、うん、だからそういう意味では小沢さんがこうある種の接着剤っていうのも変だけども、うん、まあ、そういう形のね、少し今こう形が動き始めてるわけですよ、うん、だから解散がいつあるか分かんないけど、うん、そこに向かってこの動きがこのまま流れていけばいいなと。でも非常に緊張感のある選挙になった方が絶対いいわけですから ね、どうも今の話で小沢一郎のことをね、こう聞いてると僕は田中角栄の遺伝子をこう思い出すんだけどね、うん、そんな感じしません？それでね、実はね、つまり4野党を結びついていく、なんか一つのなんかこうベースがっていうか、なんかワクワク感がなんかあるような気がする。いや、そのワクワク感をね、うん、どうやって民衆にね、有権者に持ってもらうかということが大事でして、ね、そうだな。で、そのために2つテーマがあるわけですよ。一つはその、まあ、4野党が協力していくその基本理念とか基本政策なんて難しいことを言わずに、うんうんうん、基本的なあの、共有感ね、うんうん、あるこの基本的問題について共有感を持つ、共有することと、それからやっぱりどういう、うん、選挙の方法を取るかと、うん、これ2つあるわけですよね、うん、なるほど。それで選挙の方法をどういうふうにして取るかということは、参議院選挙の時にいろいろ議論があって、うん、結局不調になった、いわゆるイタリアのオリーブの木を参考にしたもの、うん、はいはい、なるほど。それからこの理念的なものをね、オリーブの木だな、まあうん、あと理念と現実とね、両方なんだ。一つのその政治に、今の政治に対するその共有感をどう作るかっていうのはちょっとまだ後に置いてるわけですけど、うん、いや始まってないですけど、おそらく前者は非公式にはだいぶやってると思うんです、ね、やってますね。それでだからオリーブの木っていうのを、実は意外と共産党はね、その共産党の中でも共産党がって言ってるけど、共産党の中にも、うん、いや俺たちはもう戦ってきたんだから、そうだ、変に4党でやるなんてっていう、やっぱりね、年配の、ね、うん、運動員の方たち、そういう方たちたくさんおられるんですよ、うん、そうでしょ、投資戦う人がね、うん、だからこういう人たちに向けて、うん、オリーブの木やるぞって言っても、いやいや俺たちは理念は捨てないと。だからこれは共産党は共産党の中でも、うん、まあ、そういう説得を僕は続けているというふうに聞いてるんですね、うん、だからこれは多少時間かかるけど、最後はあの政党はえいやっていう、まあ、トップ の判断があるので、ね、まあ、安倍政権の今後も語りたいんだけど、ちょっとせっかく共産党の話だからね、 宮本賢治の共産党、上田不破兄弟の共産党、そして C 共産党、まあまあ、トップリーダーの名前をつければそうだ。しかし底辺に若旗配ってるいっぱいのたくさん の共産党がいるわけだけど、ずっとご覧になってきていて、私の共産党物語としてはどういうふうにこの共産党の時代の取り組み方の変化感じてらっしゃる？これはね、大きく変化密着してきたということかな。大きく変化したのは昭和36年の党大会のあれですよ、その議会民主主義で戦っている、議会民主主義でね、革命政党からな、その革命に暴力を使うということはもともとはそんなにないんだけどね、うん、そのやっぱり出てくるわけよ、うん、というのはその、うん、冷戦が始まって、野中三蔵のが大将だったわけね、その人がコミホルムからいや要するに平和路線を批判されるわけです、うん、野坂三蔵ね、野坂三蔵さん、うん、でそれで共産党の中にいろいろ異論が出てきて、うん、それから弾圧が始まるわけですよ、うん、で講和条約をで憲法改正せよと、講和条約ね、うん、はい、っていうダレスが吉田さんに言ってきた時に、日本の戦後からの復活だね、ほとんど議論されないけど、いわゆる反国家団体の国家 反逆会ね、うん、これをで共産党を非合法化しろということをアメリカは言うんですよ、うん、で吉田さん蹴るんですよ、吉田茂はそれを蹴ったわけだね、うん、そしてそこから始まるんですよ、そして独立の時にどうにもなくて苦渋の選択として破防法を作るわけですよ、うん、破壊活動防止法ね、それで共産党がいろいろそれがいろいろこう、うん、しかし昭和64年安保が終わった後、まあ、冷戦中だけどやっぱり平和主義になって、うん、そこからまあ苦労していくわけよ、うん、しかし冷戦が終わった後ね、共産党はやっぱり変えなきゃダメだということ、うんうん、それから冷戦の前にもね、競争協定、
共産党と創刊学会の協定を、そうありましたね、だから宮本さんも、池田大作と宮本賢治、うん、民衆はやっぱり団結せないかんというところがあったわけですよ、うん、それがまあ時代を経てね、うん、今日に来てるわけですよ、うん、それで大事なことはね、こういう歴史は今のね若い視聴者の方なんかほとんど知らないから、ね、そういう意味でね今日は少し話していただければ、そうかそうかそこでね、その要するに今は何かっていうとね、イタリアのその、うん、オリーブの木というのがね成功したのはね、そのいわゆる中道右派のベルルスコーニっていうあの首相がいましてね、いました、でこの人はね、新聞テレビメディアをほとんど独占しててね、うん、日本で言うならばね読売のね鍋つねさんが総理大臣になったような人ですよ。でこうどう分かりやすいって分かりやすいな、どうしてもこれじゃあね、うん、イタリア滅びるというわけでね、うん、そこでまあ共産党分裂してたけど、その中道左派にいた共産党とダメだっていう原理主義の共産党とこいたけど、その中道左派がオリーブの木っていう名前のいわゆる団体の政党を作って、それにプラスその共産党さあの原理主義者が協力してねベルリン志向に倒すわけですよ。で、今話のあった、あったね、そういうその四野党っていうけど、うん、四野党でオリーブの木ができれば一番いいんですよ、うん、その地方区も比例区も、うん、しかしまあなかなかの事情の中で、うん、あの小選挙区では四野党のオリーブの木を作り、うん、比例区では、うん、あの民進、うん、自由社民というやのオリーブの木、うん、このイタリアでもねオリーブの木いくつかあったわけだからね、うんうんうん、そういうふうなことが理想的な勝ち方なんです、ね、これ平野さんがね今日のために作ってくれ来てくださった最近の総選挙の基本状況っていうのはこれ画面出ますかな、あの早野君ここをちゃんと把握したくないとダメだよって叱られたんだけど、投票率ここ3回の選挙ですね、総選挙衆議院の総選挙、衆議院の総選挙、うん、ね、だから 2年前4年前、7年前という感じかな、この一番古くはこれ 69% の投票、これがね、あの、ね、民主党に選挙権交代した年、あその時か、うん、それが 69% っていうのは、まあ、あの衆議院選挙ではいい方ですよ、うん、その次がなんと 10% 59%、10% 落ちて、うん、ざっくり、そしてこれは野田解散ですよ。あ、なるほどなるほど。それで政権交代したわけだな。あの民主党の分裂ね。うん、そして自民党が復帰した。直近の一昨年の暮れに、うん、あの突然選挙をやった時にはさらに 52%。なんだよね。ですからね、これはね、全部で 17% 落ちてるわけよ、有権者。だからね、投票者が7200万いたのが5400万しか投票して。1800万人も無期権者って何なんですか そこでね、まずね、うん、その大事な衆議院の総選挙の投票率がね、うん、半分しか有権者が投票しないということはね、これデモクラシーの正当性が問われる問題なのよ。そうだね、本当になぜこうなったかということはですね、うん、結局民進この1800人、うん、100万人、うん、あの投票いかない、うん、その中のね、80% から 90% はこの旧民主党支持者なのよ。そうか、まあ、簡単に言えばここでがっかりしたわけだな。というのはね、うん、この 69% の、 その投票率でもね、自民党と公明党のね、あの得票数は変わってないんですよ。1800万から1700万投票率はね、ちょっと民進党というか民主党の支持層だけが落ちてるわけだ、投票者がね。そこでどういうことかというとね、今の自公政権っていうのはね、投票率が低いということで維持できてるわけよ。で民主主義の正当性を疑われるというところで政権が続いてるわけよ。だからしかしこの1800万人の人を躍動させるためのね、その政権を入れたって政権入れないんじゃないかというためで、ね、オリーブの木っていうのが非常に大事だと。なるほど、ということだね。だから野党協力というか、協力という言葉はもう少し弱い、もうちょっと結束がなくちゃいけないですね。いや、だからその現実味があるということですよ、うん、これを見たら、うん、そのいわゆる野党4党で小沢さんなんかが、いや必ずひっくり返るんだとかいろんなこと言ってる、小沢さん強がってんじゃないのとかね、うん、言う人いるけど、いやこれ見たら分かるように、あの千何百万人が戻ってくればですね、うん、これも本当にもう互角の勝負になるところなんですよ、うん、だからそういう意味ではこの数字がその示すその野党4党の成果の現実味、
あとおっしゃったようにその千数百万をどうやってもう一回その投票所に足を運ばせるかという、ただこれはさ安倍さんの最近の言動あるいは政治手法を見るとだね、例えば年金改革法案だとかあのもうご利用しで強行採決でや、まあ、参議院に送って、まあ、これ自然整理するんでしょう。それとやっぱりカジノだ、カジノの乱暴さと、まあちょっとだいぶその辺も後で話して、もうその、ちょっと大事なところだからそのもうカジノはどうでもいいよ。そう、要するにね、なんであんな乱暴なことするからってのは解散したいから乱暴してるんですよ、うんね、うん、大事なことはね、はいはい、躍動させるためにはあの理念的なものがいるんですよ、うんうんうん、で私はあのここのところ自由党のね県連のその八回大会に行って言うのはね、田中角栄のね、うん、角栄さんの理念を田中角栄が戻ってくるか、うん、あの学べと言ってるんですよ、うん、それはどういうことかというと、うん、一つはね昭和46年の幹事長の時に、朝日新聞に、うん、ルモンド氏のフランスの、うん、ギランという総局長とあロベール・ギランだったかな、うん、田中さんが対談してね、日本再軍備するのかって言ったら憲法9条は変えないと言ってんだよ。憲法9条は変えない。で紛争が起きて国際的な混乱したらどうするかと言ったらね、国連軍もね、国連警察機構に日本は参加すればいいって、うん、なるほどなるほど、46年に言ってるわけよ。それからもう一つ、日本あのこれはあれだね、早坂茂三の政治家、そうそうそう、田中角栄、平野さんがだいぶ代表したの、まあまあそれはいいけど、日本改造列島改造論の結びでねこういうことを言ってるのよ、うん、1億を超える有能で明るく勤勉な日本人が軍事大国にならないこと、そして郊外都市の過密と農村の過疎、農業の行き詰まり、世代間の断絶をなくするために総力を挙げて国内の改革に進むとき、日本を世界は日本を文明国とするだろうと、これだったら共産党だってね一致するじゃないかと僕は言ってるわけよ、ね、なるほど、各栄と共産党結びつくラインがね、いやだからね、その千数百万をキャッチする一つの、そのキャッチするためのフレーズとして ね、 田中角栄っていうのをフレーズにしてもいいわけですよ。列島改造論にそういうくだりがあったんだね。そういう呼ばなかったんですけど、ね、いやちゃんと読んだつもりでいたんだけどいやあの頃は要するに公害ばらまいた列島改造論とかそういう言い方しかしなかったからね、そのそうじゃないのよ、ね、だから彼の兼業者ばっかりとこういうことだった、うん、列島改造論というのはね所得再配分なんですよ。それはそうだ、いやだからそういう例えばコンビニでね田中角栄の本がずっと置いてあるでしょ。これ売れちゃってるわけだから売れなきゃあれ引きますからね、うんうん、売れてるわけですよ。つまりそこに何かを見出してるとすればですよ、これはもうさ旧社会とかなんか知らないけど何でもいいじゃないですかね、田中角栄的なんとかなんていう例えば看板を置くとかね、はい、いやとにかくそういう、だから僕はもうこの現実味をがある以上ですね、うん、あとはコミュニケーション戦略っていうか選挙戦術だから、うん、その辺をやっぱ小沢さんなんかすごい知恵持っておられる。それと広島カープが勝ってさ、はいはい、あの時事用語でなんとかで紙紙ってる紙ってる紙ってる、うん、だから今度の総選挙も紙ってるでね、かくってるでいいかくってるかくってるとか、いやそういう発想ですよ。だから それでやっぱり歓喜するってことですよ。今年の閣営ブームはこれは何なんだってことがあったけど、定流は大衆は何かを掴んでるのかもしれない、ね、だからその定衆リスクこれをここはあの発信しなきゃダメなのよ、うん、知らないからね、うん、そういう発信してるのはやっぱり何と言ったってデモクラテレビだねということだねそれはそうだ、早野徹という、うん、田中角栄のね、いやいやもうあのというわけでこういうよろしくそういう話ですけどなんか今日はでも僕はねすごく深い話をお二人に伺ったような気がしたな。どうもありがとうございました。まあ、来年を、来年は。